我が名はセント・ジャーメイン。この時、この場所において、皆さんと共にいるために参りました。この変容の旅において、皆さんには途中で諦めず、勇気を持って前に進むことを心からお願いします。その姿勢を持ち続けることで、皆さんはまるで蝶のように完全に生まれ変わることができ、そして与えられた使命や目的を明確に認識し、それに従って人生を生きていくことができるようになるでしょう。そして、この態度を持つことで、皆さんは自分自身に十分な力と権限を持つことができ、地球という皆さんの共通の家での積極的な変革に貢献することができるのです。近い未来が皆さんに提示している課題として、真実の自分であること、そして他者の期待に流されることなく自分らしい生き方をすることが強く求められています。これまでの偽りの多い妥協や本当の自分を隠して築いた不実な関係は、これからの時代には続けることが難しく、そして新たにそういった関係を結ぶこともできないでしょう。もしご自身がこの大きな地球規模の変革の中で一役買いたいと真剣に思っているのであれば、まずは自分自身の内側からの変革、つまり自分自身の成長や変容に真摯に取り組むことが求められています。皆さんの住むこの大きな世界は、現在のところは完全に分かれているわけではありません。そのため、皆さんには変わるための時間がまだ少し残されています。たとえ皆さんが最後の一人であったとしても、自己変革の過程に意思を持って取り組むことが大切です。最終的な目標は、皆さんが固定された思考の枠組みからの自由を選び、そしてその自由に向かって勇敢に一歩踏み出すことです。皆さんの地球という星に関する大きな変革の決定は、実はもうすでに下されています。そして今、皆さんはその決定に基づき、母なる地球の新しい姿を形成している最中なのです。そして最も大切なことをお伝えしたいと思います。それは、人類全体がこの大きな変革の方向を選び取ったという事実です。その決定は神の意志とも一致しています。私たちはより高い意識の段階へと進むこの飛躍を神と共に選択しました。現代の環境の中で皆さんが最も注目するべきは、進化の過程で後を追っている人々や自己精察の大切さをこれまで見過ごしてきた人々です。残念ながら彼らは取り残される可能性があります。これは彼らが自分の価値を正確に理解していないことが原因で、現在多くの人々が真の自己愛を実践することが不可欠と感じています。そしてその自覚を促す多くの出来事や体験が、それぞれの人々の人生に訪れるでしょう。こうした状況の中で、特に注目すべきは、この世界の変革に寄与する役割を果たすために生まれてきた人々です。これまで気づかなかった自分自身の内なる障害やブロックに目を向け、それらを乗り越えることで、彼らは自らの真の役割を果たすことができるようになります。今、皆さんの人間関係が大きな変化の時を迎えています。もはや古い関係のパターンや構造を維持することは困難です。自ら変化を起こすか、変化に巻き込まれるか、選択の時が来ています。また、日常の習慣や考え方、そして過去の経験や教えから受ける影響が、改めて見直される時期でもあります。固定された習慣や考えは見直され、新しい視点や理解が求められます。加えて、皆さんは人生の意義や目的について、改めて考えるようになります。真の自分を理解し、自分の中の答えを見つけるまで、皆さんは心の平穏を得ることが難しいでしょう。今、皆さんは真実と誠実さを求める大切な時期を迎えています。
そしてその真実を受け入れ、新しい人生の道を歩む決意をするかどうかは、皆さん一人一人の選択にかかっています。もし新しい未来を切り開きたいと考えるなら、その一歩を踏み出し、未知なる旅を歩み始める時です。新しい挑戦や変化がもたらす不確実性を受け入れることは容易ではありません。しかし、それを受け入れ乗り越えることで、皆さんは新しい可能性や成長を迎えることができます。毎日を神の導きのもとに生きることを選ぶとき、皆さんは未知の驚きや新しい発見を体験することができるのです。このような人生の選択は真の自己愛の表れでもあります。他者や外部の圧力に左右されず、自分自身の真実を追求することで、より意味深い自己主導の人生を歩むことができます。しかし、このような道を選ぶことは常に理解や支持を得られるわけではありません。家族や友人があなたの選択を理解しづらいこともあるでしょう。しかし、その中で自分の信念を持ち続けることができれば、同じ志を持つ仲間やあなたの選択を尊重する人々を引き寄せることができるでしょう。固定された既存の枠組みを超え、未知の新しい道への挑戦を選ぶことで、人生は新しい段階へと進行します。それは恐れを超えて愛を体験する旅であり、疑念の中から真実の確信を得るプロセスであり、自らを高い存在、神に委ねることで、より深い指導や啓示を受ける経験でもあります。これは皆さん全員が直面する変容のプロセスの一部であり、今この瞬間にも世界は大きな変革の中にあります。その中であなたの役割や存在が持つ意味や価値は計り知れないものです。愛と感謝を込めて、皆さんの探求の旅は続きます。セント・ジャーメインと共に。Thank you.